さ、時空の叫び。今噛んじゃった。次の日の朝。起きろ、朝だぞ。あいつうるせえな、ほんと。おはよう、だいだら。なんや。さあ、セーブしますか。はい、セーブします。よし、それじゃあ行くか。え、今日何すんだろうな。また、朝礼か。三つ、みんな笑顔で明るいギルド。さあみんな、時間、仕事かかるよ。ね。いつも、朝は朝礼の、ね、教訓ですか？なんか言うんでしょうか？こんにちは。何する今日？お前たち、うるわるしてんのか？こっち来いや。この、ねえ、上司怖いぞ。あ！ニョロトノとかいいんじゃん。で、チョケピーもいる。え？いつもと違う掲示板だ。あっちだったよね。そうだ。今日はこっちの仕事やってもらうよ。なんか違うのかな？あっちの掲示板とはどう違うの？よく見るのだ。何？いろんなポケモンの絵が貼ってる。どういうこと？みんなかっこいいな。有名な探偵がなっかな。ねえ、ベラップ。彼らは何？ここにあるのは、お尋ね者さ。いや、じゃあ今日からボス戦とか始まってるわけ？みんな悪いことをして指名手配されてる奴らだ。お尋ね者？そう。それで彼らには賞金がかけられてる。だから捕まえればお金もらえんだけどね。でも凶悪なポケモンが多いからね、みんなで手を焼いてんだ。それを僕たちに捕まろうっていうの？無理だよ。冗談だよ、冗談。悪いポケモンって言ってもいろいろいるからね。正規の極悪ポケモンもいれば、ちょっとしたコソ泥もいるって感じ。極悪ポケモン捕まえてこいなんてお前たちに頼めるわけないよ。よかった。いや、まだレベルが足りない。さあ、この中から弱そうなやつ、ね、選んで懲らしめてくれ。で、悪いポケモンには絡まりないんだよね。まあ、できるできる。バカポッチャマ、俺がいるだろ。任せろり。これも修行のうちだよ、なんとかしな。と言っても戦うに準備がいるのね。施設案内させるか。おーい、ピッパーピッパーさあ、秘伝要員ですね。来たぞ。お呼びでしょうか。おー、ピッパー。こいつらのことは知ってるよな。最近入った新入りだ。広場にこいつらを案内してやってくれ。了解です。息荒いな、ビッパー。こういったビッパー。弟子の一匹だ。ビッパーの言うことちゃんと聞いて行動するんだぞ。じゃあな。さあ、なんかポーチが結構満タンだったよね。なんかアイテム使っとくか。嬉しいでゲス。どうしたの？後輩ができたんで感動してるんでゲス。君たちがここに来る前は自分が一番親友だったでゲスよ。じゃあ案内するゲス。ついてくるゲスよ。でも、ビッパーは、ポッチャマとかと違って一人で来たんだね。偉いね。まず、あ、カエルくんだ。グレッグル。グレッグルがいるんだけです。何やってるかわしにも謎なんだけですよ。後ろの壺をいじってるみたい。なんだろう、薬屋さん的なやつ？いや、わかんねえな。さあ、こっち奥に食堂がある。ね、いつも飯食ってるとこだね。で、こっち行くと、俺たちの部屋があって。そこがプクリンの部屋。そんだけ？狭くない？じゃあ次はギルドの外案内する。あ、外も案内してくれるんだ。最初から外案内してよ。地下は知ってた感ある。さあ、外来ました。いいね、プクリンの家かわいい。え、街あるじゃん、普通に。いいな。ここがポケモンたちの広場、トレジャータウンでゲーズ。トレジャータウンなら僕もわかるよ。ねえ、弱丸の銀行、お金預けとく？ねえ、全滅したらなくなるのかな、お金。半分になるんだったっけ、確か。エレギブルの連結点、ね、連結点って何これ？技の連結、ああ、技の連結。ちょっとごめん、意味わかんないんだけど。今日はエレキブルいないね。ちょっとまだ謎システムがありますね。さあ、隠れ家の店だ。道具を買ったり、売ったりできるよ。あ、ガルーラちゃんだ。ねえ、メガ進化しそう。さあ、ここに道具を預ければ絶対なくならない。ね、大切な道具があったらここに預けとけばいい。はいはいはい。どうすんだろう。手持ちとかどうしたらいいんだろうな。なかなか詳しいでゲスね。安心でゲス。それじゃあ、一通り準備ができたら、足に声かけるでゲスよ。そしたら、お尋ね者の選ぶのを手伝うでゲス。あ、やった！ビッパ優しいんだね。そうな。照れるでゲスよ。ぽ。じゃあ、私、足は地下1階で待ってるゲスよ。はい、じゃあね。バイバイ。じゃあ、行こうか。僕どんな道具があるか見たいから隠れ家のお店行ってみたいな。じゃあ隠れ家のお店行こう。
はい、さあ隠れ音のお店ここだっけ。ね、隠れ音ってなんかこれ色違い、オスメスで色違うんだったっけ、ようわかんねえな。はい、こちらは隠れ音の専門店、え、不思議だ、不思議玉と技マシンのお店です。なにそれ、技マシン、え、ステルスロック光の壁、なにこれ、え、なにこの怖いやつ。隠れ音さん、あ、どうしたの。マリルリとルリリちゃんね、マリルはもうポケモン XY で凶悪となったからな。もうドラゴンタイプキラーの悪魔のポケモンですよ。さあいらっしゃい。でも可愛いよねこいつら。すいません、リンゴください。はいよ。さあリンゴを買った、ありがとう、可愛いな。毎度、いつも偉いね。バイバイ。兄弟かなあれ。いやーね、あの2匹兄弟なんですけど、兄弟だった。最近お母さんの具合が悪いんで代わりにああやって買い物してるんですよ。いやほんと、また幼いのに偉いわね。隠れ王さん、どうした、慌てて戻ってきて。リンゴ一つ多いです、僕たちをこんな多く買ってないですよ。あ、それは私たちからのおまけだよ、2匹で仲良く食べて、あ、分けて食べるんだよ。ほんと、あー、ありがとう。やばい、クソかわいい。隠れ王すげえいいやつ、どうしよう。薬草燃える、あー、リンゴが、あ、美味しい、もぐもぐ、あ、すいません、ありがとうございます。あ、返すね、優しい俺。そんだけ、何な、なに、あー、今の頭が、頭が痛えかな、なにこれ、うわー、すごい、エフェクトがすごい、なに、助けて、は、なんやこれ、なんか聞こえた今、 なんだ今助けを求める声が、誰が、誰だ、おい、リスナーか、おい、待て待て、なんだ今の、君がいたの、あ、どうした、おい、ルリリー早く来いよ、あー、うん、今行こう兄ちゃん、大丈夫か、うん、買い物終わったし、あとは落とし物探すだけだ。早く行こう。なんだろう、落とし物ってね。俺が探してあげんのかな。いや、そもそもさっきの助けてなんだろう。ほんと。かわいいね、あの2匹。ん？だいたいどうしたの？やばい。え？さっき助けてっていう声が聞こえなかったって？いや、僕は何も聞いてないよ。ねえ、隠れよん。さっきなんか聞こえた？やばい。俺頭おかしい人みたいじゃねえか。やめろよ。私も何も聞こえてないっすよ。マジか。隠れ音も聞こえなかったみたい。気のせいだよ。いや、あれは気のせいじゃない。聞こえた。あの時の声。助けて。あの声は間違いない。あれは、ルリリの声。え？ルリリが助けを求める？どういうこと？未来を予知したのかな？ねえ。なんか、確かにタイトル、時の探検隊っていう、ねえ、時っていう言葉入ってるから、未来を予知したのかな？なんかありえそう。さあ、これ、防御上がるってどういうこと？説明。飲むと防御が上がるとか、あ、これ戦闘中に食べたりするってやつか。なるほどね。で、あとこの、ねえ、このスペシャルリボンとかはね、持ってるだけでいいんでしょうか？ちょっとそのあたりがね、あまり僕分かってないんですよね、ほんと。よし、それではちょっと、まずは、預けましょう。ね、とりあえずなんか適当に、ね、適当に預けたらいいのかな。よし。なんか、まとめて選べる。あ、L で複数選べる。とりあえず、なんか、使わなそうなものとか、ね、最初は何が大事で、何がいらないのかっていうのはわかんないからね、適当に預けておけばいいのかな、かなっていうね、預けておきましょうか。よし。さあ、隠れ家のお店ちょっと見てみましょう。いらっしゃい、隠れ家の店だよ。ごゆっくりどうぞ。さあ、なんか、グミとか売ってますね。見てみましょうか、効果。賢さが上がるぞっていう。へぇー。鋼タイプのポケモンが好きな食べ物。ね。なんか、食べ物をあげて、ね、ポケモンと仲良くなって仲間にするって感じなのかな。よくわかんねえ。やる気者だ。よお前たちか。最近ギルトに弟子入りしちゃってんのが。俺はやる気者だ。じっとしてるのが苦手でよ。ね、いつもやる気いっぱいなんだ。こいつ進化したらな、どうしてあんなことになってしまうんだね。よし、それでは今からどこ行こうか。あ、かわいいポケモン、オオスバメね。俺たちは探検隊、食べられるって。
食べられる？物騒な名前だな。探検隊の名前は隣にいるケムズ像が考えたんだ。ねえ、いい名前だろう。なんか、お前がこいつを食べるみたいな。ね。俺がこいつに食べられるみたいな。ね。すげえ悲しい名前ですよね。なんだ？あ、あれは？なんかイベントある。わーい！ありがとうございます！いやいや、お安いご用ですよ。何してんだ？怪しいぞ、スリープ。ね。あ、さっきの。僕たち大切なものを落としちゃってずっと探してたんだけどなかなか見つからなくて、でもね、そうスリープさんが見たことあるかもしれないって。本当になんかすげえこいつ怪しいポケモンだよね。ごめん、偏見かもしれない、見た目のごめんスリープ、一緒に探してくれるっていうの、いいやつじゃん、よかったな、ありがとうスリープさん。いやいや、君たちみたいな幼い子が困ってるのを見たらほっとけないのですよ。まあ確かにな、早く探しに行きましょう。うん、それじゃあ、スリープとね、一緒にどっか行くのか。おっと、これは失礼。なんだ、またなんか、感じ取った。うっ、これはスリープって親切なポケモンだね。感心しちゃうな。世の中悪いポケモンが増えてるっていうのに。おい、おい、まさか？まさか？なんだこれ？頭に何が？まただ。また、あのめまいが。何？言うこと聞かないと痛い目合わせんぞ。いや、助けて。あーすっごい、今のは落とし物早く見つかるといいよね。うん、どうした大太郎、深刻な顔して。まずいまずいまずい、助けに行こう。え、話があるって。ちょっとごめん、偏見じゃなかったな。いや、エスパータイプ怖いな。さっきのめまいが起こって、ルリリがスリープに襲われるところを見たって。だからルリリ早く助けに行こうって。ちょ、それ大変だよ。大変だけど、でも、ダイヤダラのこと信用してないわけじゃないんだけど。完全疑ってる顔してるこいつ。俺を信じろ、バッカ。バッカ、俺のこと信じてくれよ、友達だろ。な？信じられない。信じられないよ。だってスリープは親切そうなポケモンじゃん。さっきの3匹が行くのずっと見送ってたけど、仲良さそうにしてたよ。だいたら疲れてんじゃないかな。悪い夢でも見たのかもよ。そうなのかな、悪い夢だったのかな。でも言われてみればスリープは悪いポケモンに見えなかった。それに修行中の身だから勝手なことはできない。確かにちょっと気になるけど、ギルドの仕事しよう。え、ビッパのとこ行こうって。ビッパのとこ行かなあかんの？俺は見せなきゃいけないのか、あいつらを。え、すげえ辛いこれ。